共感、もう絶対ここ共感、これ楽しいですね。ヘッドホンはね、ちょっと危ないんですよ。アプリも聞けよ。難しいな。ちょっと待って、チャンミカ、パパ、ちょっとこれを私だけいれば問題ないよね。私だけいれば問題ないよね。これ可愛い声で言われれば言われるほど怖いな。怖い怖い。やってる子の扱いは得意だと思います。だってやっぱり君が必要なんだよっていう風に言ってあげれば、その子の自己肯定感を高めてあげればいいと思うんで、君は可愛いよ。子供さん自身はこういう風に言われるの？私はもうその皿に行ってるから、返信してねって言いたいけど、言ったら嫌われちゃうからみたいな。嫌われたくないから言わない。好きな男だと思う。あ、やだ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 。自由にさせてほしい。サムネ？何ですかこれは。今ゲームパッケージ、パッケージ最高ですね。あら、ちょっと、すべてはパンクの選択した結果だ。結末を予想することもできたかもしれない。悲劇とは無縁で違う未来になった可能性だってある。いや、ちょっと待って、そういうことになっていくの？でもそれは後になった今だから言える。なんかさ、病んでるんじゃなくて、もうなんか本当に防ぐことができたのかなんて知ることなどできない。でもそれでもあの時違う選択をしていれば、あの日に戻ることができたなら、些細な選択の間違いでつまずいたのには、今目の前にある未来の必ずそこに行ってまたんだろう。少しずつ意識が遠のいていく。僕はこのまま消えてしまうんだろうか。遠くでかすかに彼女の声が聞こえた。これからはずっと一緒だね。これでからのタイトル最高だな、マジで。やば、この台本もらって家で練習するときすごいやみそう。絵はすごい可愛いんだけどな。なるほど。名前どうしよう。あれ？今名前サトルになったのかな。あ、なるほど。まずかすみちゃんを10年ぶりに再会した幼馴染から LINE じゃないんだ、ライブが届いた。頼むかすみ。彼女は昔家の近所に住んでいてよく一緒に遊ぶ仲だった。でもある日突然引っ越してしまい、それ以来会っていなかったんだけど、昨日街で偶然再会したのだ。夢は声優を目指しているらしく、戻ってきたのはその養成所に顔を呼ぶためらしい。何か送ろうと考えていた時の想像はメッセージが届けられた。メロボットに行きたと。昨日は本当にびっくりしたね。こんな偶然ってあるんだ。ちょっと感動しちゃった。いやね、まず共感してあげないといけない。共感、もう絶対ここ共感。試合のアップ。それくんも嬉しい。それくんでは全然変わってないんだもん。なんだか嬉しくて。なるほど、ハートゲージは増減します。これか、エンディング変化をもたらしますので、なるべく高い数値を目指しましょう。 OK。引き続き、私だけいれば問題ないよねを楽しみください。
サトルくんってば全然変わってないんだもん、なんだか嬉しくて。あ、難しいなぁ。これではないよな。え、ひどくないわ、相手を否定しちゃうから、ダメ。これも、なんか、泣きマークとかついてたらいいけど、ちょっと怪しい。身長はかすみちゃんを追い越したよっていう、なんか一回しか会ってない、ちょっと僕はちゃんと君のことを見てるよっていうのが入ってるから、これがいいと思う。ちゃんと選択したいんだ。あ、そうだね。前は私の方が高かったね。でも、スル君は私のこと覚えてて嬉しかった。忘れられずにするかと思ってたから。いや、これは絶対、これでしょ。忘れるわけないよ。絶対これ。思い出したから、ね、もう忘れてたってことだし、薄れかかってた、もう。ダメ。もう君のこと、ちょっと覚えてたよって言わないとダメ。これ楽しいですね。これずっと返信し続けないといけないのかな。あの時は突然いなくなっちゃってごめん、俺の都合でどうしようもなくて。もう難しいね。一番下ではない。これ意外と 2個目じゃないかな。君が仕方ないって気にしないでっていうのも優しさだけど、ちゃんと君がいなくなってショックだったよっていうのを伝えた方がいいと思うんですよね。あ、キープなんだ。難しいな。難しいな。私絶対にだと思うんだよな。だからね、私再会できてとっても嬉しいんだ。この町に戻ってきたのだって、またサートル君に会えるといいなって思ってなの。あら、だいぶ意識してるじゃないですか。ね、こういう質問してくる男性多いんですけど、これ欲しいからマジでやめてほしい。こういうの。え、なんか少年深いわだな。これかな、じゃあ。あ、やっぱり。三択はやっぱり、上がるか、キープか、下がるか、ってことですね。これからはいつでも連絡できるね。でもこれは絶対、なんか1は絶対ないけど、なるべく返信するようにするねもないけど、そうだね、いつでも LINE してもいつでも君発信でしかこの LINE は進まないけどねみたいな感じで、寂しいですよね。寂しいですよね。なんかそうだね、また LINE しようねの方がいいですよね。これ全部嫌いだけど、これしかない。なんか私がそういう女の子みたいみたいな。そうじゃないもん。あ、そうだ、今度遊びに行こう。もっとサトルくんとお話ししたいな。めっちゃ積極的。これからね、僕ももっと話したいしって言われたら嬉しいですよね。まあ、せっかくだしね。うん。これだね。絶対そう。あ、なんかあそこだけ間違えたの悔しいな。でも、絶対あれだと思うんだけどな。そこは納得いかない。じゃあ映画とかどうかな？見たい映画があるの。見たい映画があるのっていう女の子可愛いですよね。何が見たいって言われるより、見たい映画があるのって言われた方が嬉しいのかな。デートには行きやすいですよね。なんか、手慣れてるな。なるほど。ちょっと一個学んだ。映画か、あんまり話とかできないよ。ダメダメダメ。めっちゃあんま気になる映画なら。これ。あ、難しい。
かっていうのも、でもこれがもう11時とかの LINE だったら、どんな映画って聞かれると、ちょっともう深夜まで、ちょっともう夜だから切り上げたくなるから嫌なんですよ、この展開していく系でも、かすみちゃんの気になる映画なら見たいも、ちょっと直接的すぎて気持ち悪いんですよなんか無難に、最近映画行ってないからいいねとかの方がいいと思う私このゲーム楽しいなどうかな、すごい難しいこれ。でもこれだよな、病んでるんだもん、この子。ちょっと影があるんだったらこれぐらい言わないとダメですよね。あ、やっぱりほら笑恋愛映画なんて大丈夫？セルフは女の子と二人で映画撮ることある？秘密は言ったことあるって言ってるからそれくらいあるけども、なんかダメなことないない、かすみちゃんはまた一緒に遊べるなんて小さい頃に戻ったみたい、楽しみー。あー、すごい難しいな。だんだん難易度上がってます。上がってますね。1でも嬉しい人もいるし、2は無難だし、3も嬉しいと思うから、でも3は言い方がちょっと、でも2が無難ですよね、無難。そうだねっていう共感はやっぱり一番大事、共感は一番大事。話して時間過ぎるのが早いよ、またラインするね。あら、このラインの続きで、ライムの続きでイベントにもそのまま行っちゃえるんですね。サトル、あ、やっぱり名前サトルになってる。まあいいや急に並び出したレジのタイプねコンビニでバイトしてる系か。もう少しで行ってみましょう。少し話してたら、もう確認しないと。毎日ね、楽しいんだ。あんなに可愛い幼なじみが今くれるんだけど、そんなの嬉しいに決まってるじゃん。なんなんだ、ちょっとイライラしてるな。あー、でも本当悲しい、これが幸せってやつ。あー、僕にこんな幸福が崩れるなんて、すいません、すいません、最高本当ににやけてしまった。しかも今の笑いはなかなかキモかったような気がする。なんなんだ、何を見せるきっとそこで隣から向けられてる視線に気がついた。あーらー、新キャラー、リリアンちゃん。そういう時の感じね、もうさ、ちょっと不思議な感じの子。さて、女に振られたね。くー、若いっていいね、元気出すよ。バシバシ、いや、ちょ、振られてなんか叩くのやめろ、地味に見たい。無理によって別に見られるなんて完全にいるの忘れてた。サートルも隅にお気に入りになったって。なんか、な、僕っ子でもないし、なんて言うんだろう、お茶目な感じ。店長や同僚も真面目でいい人ばっかりだ。ほら、一人を除いては。この輝き、ワンチャンある。ゲームしてる。あらあら、おたくさんですね。
前とな。かわいい、さすがのリリアム。ちょっと聞いてるの？佐々木リリアム。やば、使えない。本当に使えない。私を命じる。さーて、リリアおばちゃんの続き、続きっと。なんかこの子も病んでるんだよなと思っちゃう。あ、やっぱりハーフか。そんな感じ。店長、イケイケだな。コンビニって坊主とヒゲって大抵禁止じゃないですか。坊主はいいね。坊主ダメなところもありません？たまにありません？あ、命だけは。もちろんもちろん。そんなことがあったら喋ってないでしょ、もちろん。ガチャーン。そろそろ待ってきます。あ、このリリアンちゃんも対象に入ってくるのかな。難しいな。なんかい、あーなんかい、あー一見なんか女の子との絡みをアドバイスしてくれる立場になって、でもなって、でもだんだんリリアンちゃんがこうなんか僕のことを好きになってしまい、なんかいつか僕にとってのリリアンの存在のデカさに気づいてしまい、みたいな。あれ？俺リリアンのこと、あれ？みたいな。これ長いな。勘違いしてるね、リオンちゃん。さて、さてさて、あっちー、夏も終わりに近づいているはずなのに涼しくなる気配は一向にない。早速帰ってくるのも一緒に重い家の道を行きました。その時サトルくん、誰？あらかすみちゃん、ヘッドホン女子って危なくないですか？危ない。ヘッドホン偏見かな。ヘッドホンはね、ちょっと危ないんですよ。あ、あ、ちょっと聞いてなかった。聞いてなかったよ。わかったぜ。なんて書いてある？ちょっと待って。あ、見れる。あ、ここで見れるんだ。片付けしてるみたいだったし、そろそろ終わりかと思って。待ってたの！待ってたの！
怖い、これここで気づかないとダメだよ、本当は。この子危ないって。これはダメ、これもダメ、これほら、あ、キープだった。あれ違うんだ、なんで、なんで、ちょっと許す、だんだんなんか許せなくなるな。本当だよ、あ、本当にっていうことか。本当にっていう、嬉しい方の本当にかと思った。なんだ、ちょっと疑ってる方の本当にだったのか。この後予定とかあるよ、よかったら少しお話できないかな。行きましょう。これかな、これだよな、やっぱり、やっぱりかすみちゃんのお願いだから聞くんだよ。別に無理しなくていいよっていうのも、無理してないよって言ってほしいんです。どこだろう、ここは覚えてる？小さい頃ここで遊んだよね。二人でよく遊んだ公園だった。懐かしいなぁ。なんかすみちゃんが引っ越してから怖くなったんだ。芝だったんだ。私この公園好きだった。ここへ来るで、来る待っててくれたから。かわいい。ね、座って話そう。声優を目指していてヘッドホンをしてそうだ、これ見て、これって確か似合うかな。すごく似合ってるよって言うしかないやん。だって持ってきてるんやね、そこに。持ってきたんよ、サトル君に見せて、見せたくて。落ち込んだ時はカムさんをやめるの。そうすると、サトル君がここにいる気がして。今でも私の宝物。これかな。別にそれが大事だから新しいのなんていらないし、小学生の頃にないしだっていう。なんか微妙やし、そんなに大事にしてくれるなんて、この点点点、点点点って嫌よな。どういうニュアンスで言ってるかわかんないもん。なんか難しいな。ああ、よかった。するよ。あ、もうこんな時間。その自分に聞きたいことがあるんだ。おお。いや。こんだけ毎日 LINE してるのにお付き合いしてる人いたら問題でしょ。
になったら気にしたいの。なんなん。サトルも聞けよ。サトルも聞けよ。顔が怖いよ。なんかこの顔怖いよ。おお。これは気にしないでね。それは無理だ。うん。かすみちゃん結構やばいな。そう、これは練習なの。そう、なんかよくわからんのに、よくわからん言い訳に、よくわからん返しが。3ではないでしょ。これ一も二も微妙すぎて。そんな僕を実験台に。一かな。実験台っていうのはなんかいい表現ではないから、やっぱ一かな。だってそうじゃないかと思ってたんだ。共感だから。否定？否定じゃないから絶対に。ドキドキするよ。かすみちゃんじゃなくてもドキドキするよ。本当に練習になったのかな。あ、これはかすみちゃんの声。あ、ちょっと待って、怖いよ怖いよ。ゴーって音やだ。なんであんなことしてたの。そのね、病んでる子はね、帰ってから反省会が始まるんですよ。そんで、ああいうことしちゃった、ああいうこと言っちゃったっていう一日の中の悪いシーンだけを思い出して病んでしまうんですよ。顔笑ってるのに、なんでこんな不気味な音が鳴ってるの。すごく嫌だな。私との約束忘れてない。約束。サトル絶対忘れてるよ。約束。どうやって調べた。調べる方法って、周りから攻めてくタイプ。次は、そう、サトルくんの周りにいる女の子たちに早く聞いて。ミリアちょっとやばやば、かすみちゃん、ちょっと運命だから仕方ないよ。はぁ、